地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターは東京都板橋区にある地方独立行政法人1872年に設立された養育院を前身とする高齢者医学医療あるいは老年学のリーディングホスピタルインスティチュートで病院と研究所を要する理事長は戸場健次、センター長は巨春英、研究所副所長は 重本和弘副委員長は原田和明、荒木厚氏。名誉理事長は伊藤秀樹。2009年4月1日に東京都老人医療センターと東京都老人総合研究所が統合して発足し、病院はエイズ治療拠点病院をはじめとして、複数の分野で拠点病院に指定されている。東京都健康長寿医療センターの歴史は、 1872年10月15日の養育院創立まで遡る。養育院はホームレスや病者、孤児などの休眠救済を目的とした病院、乳児院、孤児院、養老院などの機能を合わせ持った施設で江戸時代の基金である7分積金を引き継いだ永前会議所の事業として行われた。養育院の初代院長は渋沢栄一である。養育院は当初 混合化が判定後の空長屋に設置された。その後、上野、神田、本所、大塚と移転を繰り返し、関東大震災後に現在の東京都健康長寿医療センターのある板橋に移転した。養育院は1889年に当時の東京府に移管された。1972年に養育院の付属機関として、 東京都養育院附属病院が設立された。その後、同病院は昭和61年東京都老人医療センターに改名された。1999年12月、東京都養育院条例が廃止され、養育院の名称が消滅し、老人医療センターは東京都高齢者施策推進室の所管となった。1972年4月、東京都の一部局として、 東京都老人総合研究所が解所した。その後、1981年には、財団法人東京都老人総合研究所に、そして2002年には、財団法人東京都高齢者研究、福祉振興財団東京都老人総合研究所に、解除された。2009年年、地方独立行政法人、東京都健康長寿医療センターが設立され、東京都老人医療センターは、 同地方独立行政法人に移管された。同時に東京都老人総合研究所も同センター研究所として統合した。東京都健康長寿医療センターが現在の病院建物に移転したのは2013年である。病棟は地上12階地下2階となっている。病床数は改装以前には一般667床、精神44床だったが、 地方独立行政法人になってから一般539章、精神40章にまとめられ、移転に伴い一般520章、精神30章となっている。ありがとうございます。